皆さんこんばんは、キャンディーレインです。それでは11月の、1日の、メンテ馬関係チェックやっていきたいと思います。よろしくお願いします。で、今週はですね、先週言ってた通りにまとめてきたので、まあ、見ていきたいと思いますけれども、はい、まあ、ワールド拠点戦、はい、が行われて、で、あと、コンテンツ、これ、そうですね、錬金とかの関係ですね、のアップでですね、最終、はい。あー、これ、なるほど、あー、そうですね、貿易アイテム、最終で貿易アイテム削除されて、まあ、痕跡類ですね、まあ、痕跡類も結構足りないものは足りないので、あとまあ貿易品は結構重さがやっぱ重かったので、ちょっと私最近最終やってないので、もしかしたら貿易品重量軽くなったとかあったのかもしれないですけど、まあ私がやってた時はまだ貿易品が結構重くてあったんですけど、まあ痕跡になるのはまあいいですねっていう感じで、まあ多分最終ちょっと全然やってないので、はい、で、あと、生産拠点最終活動が、そうですね、神秘の種栽培、まあ栽培、そうですね、まあもう改良、改アップであったということで、まあそうですね、まあこれ確、これはまああれとして、あ、なるほど、まあこれいいです。神秘の種が魔力なんでですね、はい、で、これ改良で 1.33 倍なので、まあ縦紙、そうですね、縦紙さ、はい、これのちょっとまあ改、ね、アップデということで、アップデというか、まあこれがちょっとね、まあ、縦紙層から魅惑の実が取れるんですけども、それが増えるんじゃなかろうかという話ですね。はい。で、あと、ま、錬金関係なので、まあ、飛ばしていきます。で、トリュフがですね、まあ、これトリュフ、トリュフの栽培時間は縦紙層よりも短くなかったので、引き続き、まあ、幻想場コンテンツをやる方は、縦紙層で OK です。トリュフなんか3時間半弱ぐらい。で、縦紙層は、バレンシアとかの、適温地帯で栽培すると、まあ、2時間22分かなだったので。で、まあ、そのトリュフの改良でですね、何の実が取れるかまではちょっと見てなかったんですけれども、まあ、まあ、どっちにしろ、そうですね、縦紙層で魅惑の実取れるし、まあ、時間も短いので、まあ、トリュフに乗り換えるという必要はないということでいいと思います。まあ、これ、ね、トリュフカンパの、エリクサーですかね、はい。はあ、鋭いカンパのエリクサーのあれなんで、まあ馬にはまあ関係ないということで、で、まあ馬には関係ないんですけど、これ実はラウラウはちょっと関係あって、何かというと狩猟の、あの狩猟銃なんですか、あれエリクサー乗るので、あのカンパも飲むと、まあ乗るので、まあ全く
ラウラーに関係ないわけ、あというか、まあ、馬に全く関係はないわけではないですね。はい。なので、本当になんていうかもうが、ラウラウの、地石ですね。無双の猛と交換できる。あれを本当ガチガチで狙いたいんだったら、これ、作って飲む。はい。ということになる。なりますね。はい。あとは、まあ、馬に関しては、だからまあ、栽培でちょっと魅惑の実が取れやすくなったのと、まあ、カンパ作ったらいいですよって話と、ですかね、先週言ってた以外で。はい。錬金、まあ、この辺は、そうですね。まあ、まあ、それ言い始めたら、まあ、結構、だから、エリクサーの攻撃系、クリとか、バックアタックですね。クリダメバックアタック系ですね。あと、まあ、命中とかも乗ると思います。あ、乗ります。乗ってると思います、多分。はい。だから、まあ、ちょっとね、なんか、いくつか、まあ、例えば、だから49度目キャラでラウラウ置きキャラしてるとですね、命中が足りないんですね。その時に、まあ、命中のエリクサーとか入れとくとちょっと、やっぱりいいっていうか、まあ、命中のエリクサーだけではちょっと足りないんですけれども。はい。ということで、まあ、ちょっと、その辺の細かい話は、ちょっと、ちょっと最近ラウラウもサボってるので、あれですか、まあ、エリクサルや乗るということですね。狩猟、ラウラウの時に。乗るでいいです。いいと思います。経験。はい。あと、そうですね。これ来ましたね。これ。とか、これ、まず一つ目これです。荘園用の、家具ですね。はい。まあ、結構大きいらしい。私、荘園をそもそも借りてないので、ちょっとこれ取りに行ってないんですけど、ツイッターとか見てる限りは、結構でかい、だいぶでかいらしいので、はい。で、あとは、そうですね。まあ、サイズ、まあ、仮関係ですね、はい。あと占領拠点で、あとまあ、これですね、スプリントのチェック保存入ってるはず、多分入った、あ、まあ、入るようになりました。で、ちょっと私自身ちゃんと見てなかった。はい、入ってるはず。降りてもチェック確か入ってたと思います。はい。これだから馬放置、まあ普通馬放置で言うと、まあやっぱ便利ですよね。馬降りてなんかして放置して馬降りてまた乗ってみたいなことちょくちょくあるので、はい。まあそれ来ました。あとは推奨プリセット、あ、でもね、これ推奨プリセットバックで、見ることはできるんですけど、切り替えは走、ちょっとね、全部ちゃんと見てないんですけど、走ってる間は、オートランとかしてる間は、ちょっと水晶の、装着はできなかった、切り替えできなかったと思うので、ただまあ、止まってる間、だから、まあそうですね。なんかまあ止まっ、闇の精霊でもまあ止まってる間もあれだ、まあ、ただまあやりやすくなったとかいう、まああと、いうぐらいですかね。はい。ということで、まあこれでだいぶ便利になったというのと、っていうことですかね。はい。地域別に、で、あと細かいの言うと、登場物一層、これ、これ、登場物は、これ、船舶かな？船舶だけなのか？地域別に並べ替えられるようになったのと、
動物を下ろす機械で改善されました。まあそんなぐらいですかね。まあちょっとちょろちょろまあ表示の修正ですね。マドロミアドアナートの表示の修正ぐらいですかね。ということで、まあ、今週だから、まあ、大きいというか先週出た初演の家具と、スプリントの維持とあと水晶で栽培については、まあ、未悪の実が取れるのが多くなった、まあ、あとカンパとか作れるようなトリュフ。ただまああれですカンパ作れるんですけど、まあ、トリュフを栽培しないといけないのとあと実がちょっと何取れるのかが分かってないので、まあ、ただね自分が作らなくても、まあ、トリュフ作る人増えたらまあ供給も増えるでしょうから、まあはいっていう感じですかね。ということで以上でアップデートのチェック終わりまして、ニューだけ見ていくと、まあワールド戦終わりまして、でログイン報酬がまあもらえる、まあ馬に関してはないようですけれども、はい、まあワールド戦の関係でいろいろはいもらえるということですね。であとは、研究生の紹介を飛ばして今週のイベントですけれども、新規イベントは、まあ、チャンピオンシップアジアのアジアワールド、ワールド戦というかアジア戦ですね。アジアチャンピオンシップの関係のこれですね。バフが、1週間とログ棒7日分。あと、オッテンバシャイ。最終で出会った、これはそうですね。まあ、生活経験値獲得増加がもらえるらしいので、うん、まあまあ、一応馬、まあ、生活経験値獲得量関係してる感じですね。はい、であとはまあ、詳細これあれかな、また個別でちょっと見ていきますかね。であとは生活経験値ホットタイムてるので、これ、これ長いですね、結構 50%、ほぼ4週間なので、はい、あとホットタイムとあとはこれですね、最終中にもらえる印象でで、まあ、まあ、うん、まあこの辺ですかね。あの馬 C っていうなら関係する。あとはまあ、まあ、ずっと進行してるやつですね。はい、前からあるやつなので、はい、飛ばします。であと、乱数空間、クリエイターこれも飛ばして、砂漠も飛ばして、深夜トーク、ようやく、これなんかやってましたね、27日金曜日の夜に、うん。で、まあ、馬に関しては、まあ生活改善の方向性。そう、まあ、着実に改善していくぐらい、まあ、まあ、直接馬に関しては、まあ、そうですね、うん、まあ、まどろみドゥームで、まあ、一旦ちょっと終了というか、まあ、次、何か、うん、さらにエンドコンテンツ、何来るのかっていったら、まあ、正直ちょっとわからないですし、まあ、来ない。かもしれないですし、まあ、一応その、まどろみ三子を合体させて何かクログダル
まあ来るんじゃないかという、そう、まあそういう話は馬主、他の馬主の方とするんですけど、まああくまでまあね、勝手な想像なんで、まあ正直、まあ、どうなるかわからないですけれども、はい、で、あとは、まあそうですね、じゃあちょっと細かく見ると、まあこれ、まあさっきも見たので、これ1週間の、戦闘スキルアイテムとあとログボですね。まあ馬に関して言うなら、まあこの辺、まあ一応、まあこの辺とかまあ、ぐらいな感じですけど、はい。あとは、おてんばシャイが、その、最終ですね、最終で、はい。もらえる2で、だからもうこのホットタイムが、まあ、ずっとで、で、さらにまあ上乗せしていく形ですね、はい。という感じです。で、あとは、まあ、この辺は先週からかな、先週からでいいんだよ。で、はい、飛ばしていきます。で、だから以上で、まあだから、まあイベント、馬に関してイベントというのは、まあ生活ホットタイムぐらいですかね。はい。あと終了するのは、まあ、スティームはちょっとセール飛ばして、まあ、あとログボも、まあ、終了するので、というのと、あとサイコロもあと1週間ですかね。で、まあ一応馬の素材もあるので、まあ回し、忘れのないようにということで。まあ幻想馬の、まどろみの素材じゃないですか。普通の幻想馬の素材はあるので、とか、ちょこちょこあるんで。あれさっき見たやつか。で、あと、マイレージ商店も、まあ、まあ、馬に関してはですね。で、あと、挑戦課題です。これのイベントもあと、1週間。まあ、こちらも、まあ、1週間ですね。はい。あと、まあ、ギルドログイン報酬ですね。はい。もう終わる。ということで、一応で、アップデート等々の方になりますので、次、パール商店ですけれども。なんか、馬に関してちょっと来てたかな。で、なんか、これが、なんか、めちゃくちゃ可愛いらしいんですけど。これ、なんだろうな。レア。なんか、結構大きく、ちょっと猫っぽくて可愛いんですけど、これ、なんのペットなのか、ちょっとよくわかってないんですけど。まあ、ペットが可愛いのが来てます。っていうことですね。これ、2週間なので、期間限定かな。はい。あとパッケージで見ていくと、まあ、アバターとかですね。あと、あと、まあ、この辺ですかね。生活スターターパッケージ、2週間。ベニア乗馬服。も、割引ですかね、まあ、いろいろついて、はい。あと、ゴース、まあ、この中には、マイヌはない。で、あと、これですね、スキル変更券ですね。まあ、安、ちょっと、20% オフできてるので、で、これ、10個プラス2なので、まあまあ、結構お得なんじゃないかなと思います。はい。あと、ま、これは、ま、レイラの花びらは、ま、一応ついてますけどって感じですかね。
ということで、以上でパール商店見たので、次、グロラボットインベンですけれども、グローラボなんか来てるんだよな。ちょっと、まあ、これ、キャラ調整ですね。何だったかな、ちょっと待って。これ、でもキャラ調整か。キャラ調整。栽培中のこれほくろってあのシュシュのことですけど、そういえばなんかシュシュ全然一回ペットあれどうなの、一回ペットゲットしたらもう出ないのかなっていうぐらいにシュシュはほんと出ません最近なんか、はい、ハグあそうそうそう、ラウラウの、あ、ラウラウですね。まず一つ大きいのが、15分前にも告知されるようになる。これ結構、私個人的には、あれですね、5分前、ちょっとこれ私個人の事情ですけど、ちょっと結構放置をサブ PC でしたりするので、5分前って間に合ったんですね、パソコンの切り替えが。でもう結構今もラウラウってもう湧いたら1分か2分で消え討伐されてしまうので、もう5分前告知って基本間に合わなくって、もうなんか見て間に合わないなと思ってたんで、15分前だったら間に合うので、私はこれはいまあ、サボってるっていうか 見かけても間に合わないっていう感じなので、ちょっとこれは助かるなっていうのと、あとこれですね、無双の羽毛と交換できるやつですけれども、これがラウラを一定確率で1個から3個高ければ3倍、だからだいぶてか元の、まあ、元の確率がちょっとどのぐらいかがあれですけど、まあ増えるらしいので、ちょっと来、これ来るのが楽しみですかね。はい。あとは、物々交換とかですね、船ですかね。ということで、あと韓国見ていきます。韓国はだからもうラウラウの改善来てると思うので、あれこの辺来てて、まあシュッシュは別に馬には関係ないんですけれども、栽培をしてるので、栽培ねしてるとどうしても出るのでっていう感じです。はい。あとはまあそうですね、韓国来てるので、まあ、来週多分日本も来ますね。15分前と、あとはちょっと率アップですね。あとはそうですね、別に韓国だけいきなり出てきたのもなさそうですかね。ちょっとよくわかんないやつもありますけど、ということで、まあまあそうですね、だからラウラウだけですね、韓国来て、だから来週はラウラウですよね。ということで以上で、グロラボと韓国見たのだとインベンですけれども、そうですね、先週25ぐらいまで見てたので、あんまり増えてないですかね。自慢あれ自慢
ステかな、ステ、基礎ステどのぐらいなの？これレベル1、え？レベル1じゃない。100、これじゃないのかな。どの170超え、ん？まあいいか、後で。177.4 で、まあ、だいぶいい。10、プラス10で 10% 速くなるし、そして167だからだいぶ、あ、10% でバグ、アバター1引いても166か。まあまあ、だいぶいいと思います。168.6。まあ、この、捨てガチャも本当、ちょっとね、まあ、やる方はやると思うんですけど、まあ、なかなか、馬成長計算機の使い方、ちょっとわかんない。先輩が反則しても、15歳、15まで、ちょっとわかんない、意味が。15まで届けない。まあ、15にしてから納品ですけど。ということで、まあ、以上で、グロー、じゃなくて、インベンの方も、見たので、あとは、中でパールショート見て終わりたいと思いますので、お待ちください。では見ていきますけれども、そうですね、馬に関して言うならば、ちょっとさっきの生活のやつですかね。そう、これアビラセットだけかな、クリ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 、あ、20、あ、これ単体、あ、これか、あ、これ単体ででも割引来てるので、これでも頭来てる、あ、そうですね、あ、どっちも来てるので、まあ、これですね、持ってない方、まあ、馬を育てる方に植えておく場合は、まあ、このベニヤですね。で、長距離レベル上げる方に植えておくんだったら、一生化したトレーナーの服になります。はい、あとは、これですね、さっき言ってた12個で512パールなので、まあ、だいぶお安いやつ。お安いというか、お得。お安いじゃなくてお得ですね。はい。2週間。あと、さっき見たペット。あ、これなんだろうな。かわいいな。めちゃくちゃかわいい。何の敵感知ですかね。うん、かわいいですね、めちゃくちゃ。あれ、ちょ、これ鑑定上がり、うん、まあ、馬に関し、馬のあれ関係とか生活関係じゃないんですけども、はい、ということで、まあ、狛犬関係とかはないので、とか新しく何か来たとかもないのでね、だから衣装見、登場見て、あとマイレージ。あとなんか、シルバーで、そうですね、まあ、シルバー、あ、これシルバーありますね。これ、あ、これでも先週からのやつかな。あ、これ買ってないか。あります。シル、これでもいつから、あれ、あ、まあ、これ、シルバーのハロウィン生活パッケージ100シルバーのやつですね。これ、締めのオーラとか、あとララのホットティアルで、これの交換をお忘れなくっていうことと、あと、まあ、これクロンイシーは、あの、まあ、ゲソバチャレンジとか使うとかもある、一応、まあ、あれですけど、まあ、こっちですね、買うのをお忘れなくっていうことですね。はい、まあ、エレイでも特になくということで、以上で、はい、パイプ商店見たので、11月1日の
面と馬関係チェック終わっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。